エイダに運転してもらっている。You look like you've got something to say. I have something to ask you. But I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. You know, after the incident, the world changed. You try to save one person, 100 others die. I guess I changed too. You?Leon S. Kennedy. You haven't changed. You just think you have. So here's my question. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? What do you think? We're here.Don't think too hard, handsome. See you later. Story of my life. はい、皆さんこんにちは。ミカミックスです。バイオハザード RE4 チャプター13やっていきたいと思います。孤島に来たんですけれども、実は、チャプター15くらいまでやって、で、ちょっとチャプター13のところから編集をしたら、なんか音声がね、全然取れてなかったんで、ちょっとチャプター13からやり直してます。なので、ある程度の、ちょっと攻略ルートとかは、一回やってあるんで、まあ、初見ではないですね。There you are.これはもう大丈夫。Need to hurry. とはいえ、まあ、結構宝石とか取れなかったところもあるんで、そういうのはちょっと取っていきたいかな。これね、食らったら死ぬんで。で、こっち側に武器商人がいて、まずトレードで、さすがに地図はないと無理でしょ。で、ここら辺はもう売っちゃって大丈夫。使ってないんだよね、鍵とか。で、なんか買うかって言ったら、キラーセブンは買わない。で、ロケラン欲しいよねっていうのはあるんだけど、まあ誰に使うかっていう。で、マップが更新されました。で、こっちに宝がね、あるんだけど、この宝がどうやって飛んだか結局分かんなかったんだよね。で、会食凍結の碑文。MDCCXLI。これ何て読むんだかよく分かんない。よかしまなる者は武器で我らを追い立てり、草かれ木も生えぬ。変国のごとき孤島に廃墟者よ、心せよ。我らは待つ時来たるまで。ヘスタ・サドラー。サドラーっていうのがよく分かんないんだよね。もともといた原住民だと思うけど、あのサドラーではないよね、多分。なんか恨み節を言ってるから。で、ここの地図にある、これが、なんかね、多分階層が違うんだよね。暗くなってるから。同じところにある階層だと、もうちょっと光ってるんで、光ってるっていうか、こっちみたいに色ついてるんで、だからこれ多分上とかなんだよね。でもこっちの上がね、よくわかんないっていう。で、この先へ進んで、これガチャってやって、向きを変えます。で、先へ進めるようになってるんですけど、見つかるかな？大丈夫？見つかった？見つかってない？ギリ大丈夫。こっち、ステルスキルできるんだよね。で、行ったところさささっとやってやる。まあ少しでもちょっとね、弾薬等を節約したいんで、ステルス、あの棒持ってるやつもなるべくだったら狙いたいけど、前回失敗したんだよ。
あ、失敗したわ。で、ここで伊之助が出てきて、ガトリング、ガトリング小型になってるよね、小型化してる。で、ちょっとこっち逃げよう。安全なところ、背中が安全なところでね、戦いたい。なんか燃えてんな。で、ライフルにパーツを高倍率つけて、これでなんとかしよう。ドン。これね、マジタップ打ちしないとね。一応アサルトライフル系だから、2発とか普通に撃っちゃうんだよね。熱々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 。ドン。マジ、一発ずつ撃つのがなかなかにね、難しい。ドン。ドン。あ、あいつも覚醒してんな。ドン。うわ、投げてる。ちょっと待って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 、めっちゃ来てるめっちゃ来てる。伊之助どうだ、倒した。伊之助が倒したな。残り3発だったら、ちょっとハンドガンでなんとかいく。あ、やばい、こいつはなんか聞こえてこないよね。ほら、これはブシャーカー。このブシャーカーマジ強えんだよな。まあ、ショットガン投入して、弾がない。あれ、まだ声すんな。ああ、あっちにいるね。さすがにこいつら、ちょっと待って、攻撃寄せよ。火炎瓶乗り越えてくるか。火炎瓶燃えるぞお前。何、ちょうど大丈夫になった。蹴り、あいつは超えてきて、なとこやってんだ。やばい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 。回復しよう。これを飲んで、弾、あそこにいるんだよね。アイテムは回収しつつ、箱を壊していって、うぜえ、落ちろカトンボか。なかなかにしぶといよな。で、これ向き変えて、で、さらにこっち側に行って、あれ、これ向き変えてねえな。あれ、ハーブはか、どこで取った。あれ、変えれねえ。やばい、これ当たったら死ぬんだよな。いや、マジで変えれねえぞこれ。ちょっとルート取りミスったか。え、やばくない。こうきます、こうきます。これ向き変えてないから、いや、マジどうにもなんねえぞこれ。本当にどうにもなんないの。え、ひどくない。あ、これ一回あれか、もう一回ずらさなきゃいけないのか。一回やってる割にはなんか忘れてんな、さすがにここら辺は。で、
上に登るんだ。上に登ってこれの向きを変えて飛び降りて、でここに宝があって、でこっちに箱があって、あれはさすがに変えなくていいでしょう。でこっち行ってのもう一回あの向きを変えに行かないとあそこが行けないもんね。変えてのでこっちから、あれどうすんだ、こっちからの、こっちからのこうのこうかで、中は中でまた敵がいるから結構狭いところでの戦いになるんだよね。なんでくる、ちょっと待って、ダメージ食らいたくなかったけど、あそうも言ってられんか、ちょっと待って、消えろあいつが、こいつマジで強いかな、全力でいく、3発かかった、よしショットガン手に入れた、こいつ頭にさなんかかぶってるからさ頭の耐久力が高いんだよね。しかもまたかよ、ゲッ、あいつなんか入ってくっかな、ちょっと距離を取って、アサルトもな、でも3発しかないからな、マグナム投入すっか一発で、ここはもうやるしかない、ドン、無理か、てかマジで3発か、おい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 マジかよ、当たってないとか、めちゃくちゃ強いんだけど、どういうことだよ、めちゃくちゃ出費無駄したんだけど、でここにも敵がいるからヘルメットが吹っ飛ぶだけなんだよね、頭狙っても。おおスピネルだ、やった、登って、あいつはステルスキルができるはずだからさささっと、今ナイフどうなってる、これ使ってるような、キッチンナイフにしよう、で金か、よしライフル、まあ、ライフルって言ってもこいつステルスキューして、ちょ待て、へい寝てなさい、でこっちになんかしんないけど敵がいて、こいつマジで何やってんだか分かんねえんだよ行き止まりのところで、でこっちの洞窟に回ってでイエローハーブあります、でドラム缶があるっちゃあるんだけど、これドラム缶でここ壊せるってことか、あっち側に、でここはもう絶対ロケランに見つかるんで、これ多分ロケットランチャー当たったら大丈夫か、まだ耐久値あるか、あれどうすっかなんだよな、
あ、投げてきてる。ダイナマイト。ちょっとなるべく弾を無駄にしたくないから。やばいやばい、こっちに逃げ込むとさ、あれか、逃げきれねえな。ちょ待って待って、マジでどうする。いった、ちょっと握手だったな。アリンコ死んだ。どっからこれ、こっからかよ。あれもう見つかってる、なんか死んねえけど。ロケラン野郎が来る前に、もうこの盾持ち最悪だよ。なんか巻き込めないのかな、ロケットランチャー。こっち来て、ドン。関係ねえし、ロケットランチャー至近距離すぎだろあいつ。うわ降りちゃったよ、最悪なんだけど。なるべくアイテム回収したいかな。いって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 、なんとかならないこいつ。意味がわからん、とりあえず切ります。よし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 とか思ったけど、どけ。で奥、奥行くか。ドン。ちょ待って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 、ドン。ライフルがあればな。ショットガンもなないけど、強行突破すっか。いや全然当たらんわ。うぜ、強化手榴弾で後ろからドン。いやこの鋼鉄の盾最悪だよ。どうにかなら、アーマーがまずいまずいまずい。アイテムだけ回収したい。よしとか、クランやろう。ほら消えろ。でこっちか、開け。追っかけては来ないんじゃない。よし追っかけては来ない。ここもロケランやろうがいるんだよな。強化手榴弾投げたいんだけどね。これにドン。どうだ、あいつ倒してねえし。そもそも近づくか、ドン。お前ロケランのくせにこんなとこまで来るなんて、ええ度胸してるやんけ。先にこいつをちょっと倒すか。ドン。よし。で回収して回収して。
回収回収回収。で、くぼみの王冠取って、緑ハーブが欲しいんですよ。ハンドガンがやっぱりちょっともう火力不足なんだよね。でこれは単純に弾を使わないで解除できる。でセーブポイントがあって、これなんだっけ、アッペルベッドか、回収して、一応セーブポイントではあるんだけど、まあ上行って、おいおいおい、これあっちからも行けたよね確か。こっからどうだ、はい、サク。まだ出てくんな。どっちにいるんだ。はい、いる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 。こっち側におびき寄せらんないかな。あれ一周回れねえし、ちょ逃げろ、降りてくるか、降りては来ないな、あっちにいんな、来い、こいつは来てるか、罠にかかった音がした。死んだか生きてるかがわからない。でもこっちに来てない限り死んでる。よし、ハンドガン、ショットガン、押してロック解除と。いう感じで、じゃあちょっとここにセーブポイントがあるんで、チャプター13、前半戦はこれで終わりたいと思います。きついのよこっから先本当に。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。